ばんは、おみやです。今日はですね、2023年に食べた焼きそばのまとめをお届けします。ではどうぞ。まず最初は矢板市にあるメリーゴーランドさんに行ってきました。桜市にあったメリーゴーランドさんが矢板にお弁当屋さんとして復活しました。私は焼肉丼450円と単品で唐揚げ1個70円とエビフライ80円と焼きそば200円を注文しました。なりぱんくんがおの字になっていた店員さんがいましたら、何やら恋人の存在が。さあ買ってまいりました。早速開けていきたいと思います。さあこちらが焼肉丼になります。450円とは思えない大きさ。そして唐揚げとエビフライです。唐揚げは1個サービスしていただきました。ありがとうございます。そして200円の焼きそば。ちょっとね、テーブルに置くのが大変なので、唐揚げとエビフライを避難訓練させたいと思います。さあそして焼きそばなんですけれども、200円とは思えない具沢山ですね。キャベツに人参、そして上に青のりと白ごま、そして紅やしゃではなく紅生姜が乗っています。もやしも入っていますね。麺はこのようになっています。いや結構入ってますよこれ。ちょいもっちり系です ね。野菜のシャキシャキ感がたまんないっすよ。ボリュームが多くて、これ200円っていうのはマジですごいと思います。そしてね、豚肉も入ってるんですよ。コクも薄くもない感じのソースで、非常にね食べやすい味ですね。少しオイリーな感じでね、これはねガツガツ食べられちゃいますね。もう腹ペコの時にはたまりません。もうまさにこの夢のようなメリーゴーランド、ザンギエフのダブルラリアットのようですね。もうスクリューパイルドライバーのように、もう私にね、吸い込み力マックスで私に吸い込まれていきますね。これはたまりません。安いだけじゃなくてボリュームと美味しさがあるわね。そういえばメリーゴーランドさんの駐車場なんですけれども、お店の横に専用駐車場があります。場所なんですけれども、 JR 矢板駅から車で約2分、県道271号線沿いにあります。おみゃはあまりの美味しさに息が止まるくらいにパクついていたわね。焼きそばも豚丼も安いのに大盛りサイズで大満足しました。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、日光市にある焼きそば山ちゃんさんに行ってきました。2023年3月21日にオープンしたテイクアウト専門のお店ということで、早速店内へ。メニューは300円と500円の焼きそばのみで、お父さん2人でやっていました。私は500円の焼きそばを注文しました。焼いている途中にマダムから50人前の注文が来てびっくりしました。これで大丈夫か、バスがあるかな。はい、といったわけでね、買ってまいりました。とてもね大きいですね。3月21日は WBC 準決勝ということでね、日本が最後、村神様のヒットで日本がさよなら勝ちしたということで、さらにね美味しくいただけそうです。さあ開けていくとこのようになっていますが、海苔がねくっつかっちゃってるんで、ちょっと海苔救出作戦を、なんとかね中村海苔さんではなく海苔さんをね救出しました。さあ容器も大きくボリューム満点そうです。では早速食べていきたいと思います。いただきます。結構ね独特の味付けということで、さらにね具材には豚肉、炒めた玉ねぎ、海苔が乗っています。そして紅やしゃではなく紅生姜が添えられています。刻まれてありますね。麺はスタンダードな感じですね。なるほど、結構ねあっさりめな味付けですね。キャベツと玉ねぎのシャキシャキ感があって、玉ねぎの甘みが結構主張されてますね。そしてね具材とボリュームがすごいのでね、そこにね海苔の風味と豚肉の旨味が合わさりね、そしてボリュームと具材もたくさん入って、結構これ大満足しそうですね。なかなかのボリュームで、結構あっさりめなので、胡椒とかね自宅にあるソースでさらにね味変しても美味しいんじゃないかなと思います。
結構ね、具材が主張してますね。ソースはね、結構ほんのりといった感じですね。これなかなかのボリュームですね。まさにね、山崎和夫のキックと言いたいところなんですけれども、今日はね、 WBC で盛り上がったので、山本由伸投手のようにね、安定感のあるこの味、そしてこのボリューム、どすこーいといった感じです。結構ね、この具材がね、主役といった感じですね。ゴロゴロ具材が入っています。結構ね、玉ねぎの甘みがすごいですね。本当にあっさりした味付けなんでね、ガツンといきたい方はね、本当に胡椒とかソースの味変をおすすめします。非常に食べやすい味っていう感じですね。 WBC フライヤー中国そばで、私の一押しは無人でおなじみの伊藤選手ね、優勝おめでとう。そういえば、焼きそば山ちゃんさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に駐車場があり、お店の横の駐車場にも止めて大丈夫とのことです。ニャーは近くの観覧車でも高所恐怖症で乗れないくせに、なぜか絶叫マシンが大好きだなんてわけがわからないわね。ボリュームがあり、お手頃価格で大満足でした。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、鹿沼市にある松屋そばさんに行ってきました。某焼きそば屋さんの一押しでおすすめしていただいた焼きそばメインのお店です。店内はこのようになっていて、カウンター席のみになっています。焼きそば卵入り600円と、肉入り600円と、そば飯600円と、餃子300円を注文しました。お母さんが鍋を振るっています。はい、すいません。ありがとうございます。はい、というわけで買ってまいりました。はい、というわけでこういう感じになり、開けていきたいと思います。さあ、開けるとこういった感じになります。非常にいい匂いがします。卵入りは私の母が、肉入りは私が、そば飯はおはるさんがいただきます。ではね、早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。ダンプ松本。肉入り焼きそばから食べていきたいと思いますが、具材がキャベツに肉そぼろでしょうか。豚肉に紅やしゃではなく紅生姜が乗っています。麺は少し細めですね。結構ね、優しい味ですね。ソースがほのかにふわっと、麺が主役っていう感じで、麺の風味が口にふわっと広がりますね。コクと旨味が追いかけてきます。肉そぼろと豚肉がね、本当にいいアクセントで、うにゃです。そしてね、このボリュームもすごいんですよ。普通盛りなのにすごいボリュームです。まさにダンプ松本のように、極悪ながらも優しいといった、そんな焼きそばです。紅生姜が加わるとキリッとしてたまりません。優しい味なので、お好みでソースや胡椒をかけてもいいんじゃないかと思います。麺はまああっさりめですね。そば飯ですが、キャベツ、ミックスベジタブル、肉、卵が入っています。こちらもすごいボリュームです。ご飯はチャーハンって感じ、なんだろう、美味しいチャーハンだね。なんかご飯はそば飯、ソースのご飯なのかなと思ったけど、そういう感じではない、中華のそば飯って感じ。ああ、なるほど。チャーハンメインって感じだね。そこにそばがいい感じで、焼きそばは添えるだけみたいな、なんかそんな感じです。すごい中華な、めっちゃ中華な味付けで、ほのかにソースのまろやかさというか感じるそば飯ですね。うん、おいしいやつね。私の母お子ちゃんはビールとともにいただきました。優しい味わいだなんて私みたいね。そういえば、松屋そばさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に普通盛りでこのボリュームだから、大盛りはどれくらいの量があるのかしらね。ボリュームがあり、優しい味わいで大満足でした。次回はチャーハンや焼きそばを大盛りで食べてみたいと思いました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やはり極悪同盟といったら安倍四郎の高速カウントね。ワンツースリーで松屋さんの海穴焼きそばに高速スリーカウントを取られましたわ。続きまして、足利市にある喜左衛門さんに行ってきました。じゃがいも入り焼きそばと、足利市のイメージキャラクター高氏くんの形をして、中にあんこやチーズの入った高氏くん焼きのテイクアウトのお店です。
私は焼きそば第450円と高氏くん焼きの一番人気のハムチーズとおすすめのコシアンと気になるチョコレート1個90円を注文しました。店内でいただけるスペースがあるので店内でいただきます。とても優しいご夫婦でやっています。ちょっとお茶今持ってきますので、はい、すいません。さあやってきました、焼きそば大と高氏くん焼き、ハムチーズとこしあんとチョコレートの到着です。いただきます。焼きそばですが、具材はキャベツ、豚肉、もやし、たくさんのじゃがいもが入っていて、紅やしではなく紅生姜が添えられていて、橋本真也のようにボリュームがすごいです。しっとり系で風味のいい優しいソースでどんどん食べられ、地元の月星ソースを使用しています。紅生姜と一緒に食べましたが、やはり相性抜群で、ゴロゴロ入ったジャガイモと具材がたまりません。ついてきた胡椒と七味をかけて食べましたが、優しい味にピリッとしたアクセントが加わり、うみゃーです。まさに暴れん坊将軍橋本真也のキックのような破壊力です。高氏くん焼きのハムチーズですが、皮はもっちりのカステーラ風味でほんのり甘く、そこにチーズとハムの塩味が加わり、うみゃーです。チーズはとろりとまろやかで、カマンベールチーズのようなあんです。あんあん、橋本真也扮する将軍正宗を思い出させる味です。450円でゴロゴロじゃがいもの入ったボリュームのある焼きそばがいただけて大満足です。おやつにぴったりの高氏くん焼きね。そういえば喜左衛門さんの駐車場なんですけれども、お店の後ろに1台ほど止められる専用駐車場があり、歩いて5分くらいのところに無料の広々とした高氏くん広場駐車場があります。おみやにカツを入れて、おみや焼きの完成ね。おはるさん怖いですね。出していただいたお茶にとても合いました。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、二部町にある鈴の屋さんでテイクアウトの焼きそばを試食してきました。いろいろなテイクアウトメニューがあり、人気の焼きそばはテイクアウト限定です。そしてセルフで焼きそばの試食が無料でできるということです。卓上には胡椒、醤油、酢、自家製ラー油が置いてあり、お箸は普通のお箸と割り箸があります。いただきます。試食の焼きそばですが、風味のいいソースでいい感じのオイリーさで、テイクアウト専門ということで、冷めているのにうみやな味わいでした。さすが名店右京さんのお弟子さん、右京さんと言ったらこのポーズか、このポーズですね。どれを食べても美味しいわね。そういえば鈴の屋さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。場所なんですけれども、三部町役場交差点付近、県道18号線沿い、東武三部駅から車で約2分、入り口は通りの後ろ側で、店内は靴を脱いで上がります。テーブル席、カウンター席があります。おみやがさっき右京さんと言って、タバコにジッポで火をつけて自爆の真似をしたのは、風雲白書に出てくる左京さんじゃないか。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、さくら市にある麺工房中山さんに行ってきました。地元に人気の製麺所さんの美味しい焼きそばがいただけるということで、早速ね行ってみたいと思います。場所なんですけれども、氏家小学校のすぐ近くですね。ちょっと行くと国道4号線さくら市市役所などがあります。さあありました、中山さん製麺所ということで、向かい側にはですね、うどんとか焼きそばがあるお店がありますね。製麺所ということで、店内にはうどんや焼きそば、冷麦の麺やスープなどがあります。その他に焼きそばパンもあります。店内はソースと香ばしい香りが充満してたまりません。大盛りのトッピングの薄切り2枚と目玉焼き1つお願いします。ということで、私は焼きそば大盛り麺 300g600 円にトッピング豚ロース薄切り2枚プラス100円と半熟目玉焼きプラス100円を注文しました。はい、ということで近くの公園までやってきたんですけれども、いや本当にね、香ばしい匂いと、もうね本当に濃厚なソースの香りがめちゃくちゃたまらなくてね、もうすんごい今腹ペコです。あそこにね食べるところを発見しましたね。さあ早速ね買ってきたので開けていきたいと思います。いや本当にねいい香りなんですよ。さあこちらを開けていきますと、
さあこのようになっており、すごいボリュームですね。トッピングの豚バラ2枚入っていて、紅やしゃではなく紅生姜が添えられていて、こちらもトッピングの半熟卵、匂いがたまりません。いただきます。さあまずはね、麺からいってみたいと思うんですけれども、これはなかなか救出が、半熟卵がちらりとちらりちら見しました。さあこのようになっています。中太麺ですね。おお、めっちゃ濃厚。うわ、めっちゃ、うわ、すごっ。ちょっと豚バラさんをね、避難させようかなと思います。うわー、これすごいボリューム。おお、コクとね、まろやかさがあって、ラードがいい感じで、そしてね、この濃厚なソース、少しねスパイシーさがあってね、力強いですね。あの腕相撲世界一スコット・ノートンのように力強い味わいです。これは海派です。まさにパワーといった焼きそばです。ひき肉の食感とね、この力強いソースが本当たまりません。豚ロースと半熟卵ですが、この半熟卵、うわー、これもいやらしいですね。うわうわうわ、これはずるい。これはスコット・ノートンが NWO に入ったぐらいにずるい。このね、卵のまろやかさに豚肉にね、このペッパーとガーリックチップ、ガーリックチップというかガーリックパウダーがね乗っかっていて、さらにねガツンとくる味わいで、そこにこの卵のまろやかさ、これはたまらないです。ニンニクマンになってしまいますね。さあそして紅やしゃではなく紅生姜と一緒に、この濃厚ソースにね、この紅生姜のこのさっぱりとした味わいがね、もうほんとたまらないっす。うまっ、ほんとにうまいっす。めっちゃくちゃうまいっす。やっぱり製麺所さんだけあってね、このもちふわのこの麺にね、すすごいソースが絡まるというか染み込むというか、もうね一体となってますね。もうこんだけね、この卵とお肉のね、このトッピングがめっちゃうまいんでね、本当にイカゲソが本当に気になりますね。これ次回ね、イカゲソを入れて食べてみたいなと思っております。いや、このソースマジでうまい。私は濃厚な焼きそばにビールが欲しくなるわね。そういえば中山さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に3台ほど止められる専用駐車場があります。他には宇治江小学校から直進して 1、2分歩くと宇治江税務署があり、その向かい側に1時間無料の駐車場があります。この後おみゃーはいろいろ喋っていたみたいだけど、ごちそうさままで取れていなかったみたいだわね。はい、そしてすいません、なんかのトラブルでカメラが途中から回ってませんでした。とりあえずね、完食です。ごちそうさまでした。最後は日光市にある秋の屋さんに行ってきました。日光焼きそばグランプリで殿堂入りし、ヒルナンデスやエブリィなどで紹介された焼きそばの人気店ということで、早速店内へ。店内はこのようになっていて、カウンター席、テーブル席があります。私は日光生麺焼きそばソース並950円と秋の屋特製塩焼きそば第850円、おはるさんは期間限定20食チーズカレー担々焼きそば並950円を注文しました。卓上には青のり、花山椒、削り節、焙煎と柚子の七味と紅やしゃではなく紅生姜が置いてあります。はい、お待たせいたしました。生麺のソースですね。はい、すいません。水麺の塩ですね。はい、すいません。取り皿も取りましょうか。さあやってきました、日光生麺焼きそばソース並と期間限定20食チーズカレー担々焼きそば並と秋の屋特製塩焼きそば大の到着です。いただきます。いただきます。夏女。生麺焼きそばソースの具材ですが、キャベツ、もやし、白髪ネギ、目玉焼き、チャーシューが乗っていて、並でも総重量が 400g になるということでボリューム満点です。シャキシャキの野菜に生麺のもちっと感、歯ごたえ、食べ応えがあり、日光のユニオンソースを使用したソースは優しく風味のいい味わいでうみゃーです。青のり、削り節、紅生姜とともに食べてみましたが、風味が加わりさらにうみゃーで、
チャーシュー好きがうなる人気のチャーシューはとろとろとろける味わいで、目玉焼きのまろやかさがたまりません。まさに蝶野正弘の喧嘩キックのような完成された味です。チーズカレー担々焼きそばですが、具材が目玉焼き、ネギ、焼きチーズ、貝割れ、チャーシュー、ひき肉、キャベツ、もやしが入っています。旨味とコクのカレー担々で、ほのかなピリ辛さで、これは激うみゃーで、花山椒との相性バッチリ。まさに STF のようなガツンとした一杯で、担々焼きそばが人気の理由がわかります。焼きそばグランプリを取った秋の家特製塩焼きそばの具材はキャベツともやしで、シンプルです。コシのある麺で焦げ目が香ばしくたまりません。あっさりしながらも旨味とコクがあり、いい意味でオイリーです。おはるさんハマってしまったみたいです。柚子七味との相性バッチリです。まさに夏の G1 夏男、蝶野正弘のようなさすがといった塩焼きそばです。秋の家さんの担々が好きで、おみゃが一人で撮影に行くのをずっと阻止していたのは私よ。今日は大満足だわ。そういえば秋の家さんの駐車場なんですけれども、向かって左側に入っていくと専用駐車場があります。塩焼きそばが人気なのは納得だわ。これでお酒が飲めたら、私は一足先に夏女だわ。マスターから湯葉唐揚げをいただきました。ありがとうございます。たこ焼きのような見た目で、巻き湯葉に薄めの衣がついていて、ソースがかかっていて、口に入れた瞬間ソースの風味が広がり、衣がサクサクが来た後、湯葉の柔らかさが来て、面白い食感で湯葉の風味が口に広がり癖になる一品です。どの焼きそばもチャーシューも絶品で大満足でした。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私の中ではタンタン、カレータンタン、特製塩焼きそばが最高で、ホイミスライムのようなコクがあるわね。はい、といったわけで、2023年に食べた焼きそばのまとめをお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃーおみゃー、食べ歩き、ほう、おみゃーおみゃー、おみゃがしら、へい。